高橋光が色気のない私生活明かす、ポケモンカードをずっと強くなりたくて練習中。女優の高橋光、23、が東京、墨田区で7日夕東京スカイツリータウンドリームクリスマス2024、イルミネーション点灯セレモニーに参加。会話にさりげなくスカイツリーの PR を散りばめ。 トーク力の高さを見せた。これまでのクリスマスの思い出を聞かれクリスマスは結構仕事入れてくださいって言ってるタイプなので楽しく仕事をさせていただいていますと明かす高橋。今年も予定全くまだ立ててないそうだがセレモニー前にスカイツリーを見物しすっかり気に入ったようだ。 空町、商業施設、もちらっと見て、スカイツリータウン本当にいろんな施設が入ってるので、レジャー施設もそうですし、カピバラと触れ合える施設もあったり、VR ゴーグルつけて友達と遊んでる人がいたりとか、みんなそれぞれいろんな楽しみ方をしてて、水族館もあるし、一人で来ても、 家族とかいろんな友達とかと来ても、いろんなシチュエーションで楽しめそうなので、ぜひ遊びに来たいなとは思いました。人差はそうだけど。来年は、とにかくプライベートもお仕事もどちらも全力で、趣味も全力で楽しみたいなと思いますとのこと。 その趣味は、ポケモンカードをずっと強くなりたくて練習中なので、今日もポケモンセンターあったんで、ちょっとやりたいなって、と明かした。クリスマスの楽しみは、美味しいケーキ、やっぱり、と即答。何ケーキがいいか聞かれ、私はナンバーワン、ショートケーキですねと高橋はそのこだわりを明かした。 もうショートケーキを食べ歩いてたくらい大好きなんで。お店によって全然違うので、黄身がかかったり、生クリームが美味しかったりね。色々あるよね。空町にもスイーツ美味しい店いっぱいあると思うので、そこで食べてクリスマス過ごして、っていうのもいいですね。 高橋のプライベートは色気より食い気、そしてポケモンカードだった。